福場さん、今回、吹けるの、負にしましょうか。髪の毛切ったんですけど、なんか、年取りましたね。なんか自分で思うんですけど、年取ったなって、髪の毛切ると、なんか若く見える、と思うんですけど、なんかおっさんですね。吹 <laughs> けましたね。いや、おい、おいですよ、おい。 そう。まあ、ピンチの時はチャンスって言いますけど、ピンチの時に何もやってないんだったらピンチのままですよね。で、置いてって、ま、あ置いていくのはしょうがないじゃないですか。みんな年取るんで。でも、年取っても、うーん、今まで通りだった、今まで通りで、うーん、何も変えることはできないですよね。久保さんがね、40歳からネットビジネス始めましたけど、 まあもし、最近の若いやつはなあとか、俺にはもう40やしなと、麻雀店しかやってこなかったしなみたいな。まあ何も挑戦しなかったら、そのピンチの時に何もやらなかったら、今ないでしょうね。まあいずれにせよピンチじゃなくても、チャンスじゃなくても、いずれにせよ吹けるので、置いてきますので、僕は置いてく前に何かやっといた方がいいんじゃない ななと思いますね昨日久保さんあの歯をしゅあのここね手術しましてちょっと痛いんですよ喋るのはの20万ぐらいかかりました手術費をでもう一回やるんですよでもう一発で20万ぐらいかかるんで <laughs> 40万ぐらいですかね手術痛い思いして金払って まだ出血出てるんですけど、まあ、歯茎の手術をしたんですけど、今、糸塗ってて、ここ糸塗ってんですけど。痛いです。はぁ、あ。いってらっしゃい。